ラスト。はい。オーケー。大体2日ぐらいで筋肉痛治るんで、あのいつもルーティンで胸、背中、肩、足みたいなのがこう一番ルーティンで作ってるんですけど、まあ大体中2日ぐらいですかね。中2日ぐらいでこれをやってみたいな。相当な精神力ですね。楽しい楽しい楽しい、頑張れ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 。10秒、2、1、さあレストですね。どうやってましょう。いい感じいい感じで、もうちょっと下、もうちょっと下に引くとこか。そうですね。でも腰落として、一回3、2、1、スタート。いや、いいんじゃないですか、勢いあって。すごい。まあ、楽しそうにっていうか、苦しそうにやってますけど。男もやったら、かっこよくなるんや。今日ここに女の子たちを、俺一人に夢中させやる。俺の気持ちでもしっかり。もう一個、もう一個先まで。そう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 。で、お腹の下っ端の力を入れて。そう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 。バッチリ。いや、もう本当にトレーナーさんだと思ってやってるぐらい、すごいサポートもなんかしっかりしてて、わかりやすくて。生きていく上で大事ですから、やっぱ体を動かすと健康になりますし、ね、男女問わずあのトレーニングは絶対やった方がいいと思うんで。すごい、まあ、もちろんそのトレーニングされてる方もそうですし、やってない方にとってもあのすごい入り口になりやすいようなあの部活動を目指しているので、まあ、本当に、まあ、トレーニングってやっぱどこでもできますし、誰でもできるものなので、なんかまあそういうものにあのなんか興味があったらぜひ入ってほしいですし、まあ、今はちょっとね冬だからあのトレーニングモチベーションが低い方も多いかもしれないですけど、あのもうあっという間に夏も来ると思いますし、まあ、今は関東だけでやってるんですけど、まあ、普段ライブで行けないような場所も行きたいねって今話してるので、うんうん、またいつか皆さんの近くにも行くと思うので、ぜひ楽しみに待っていただけたらなと思ってます。 LDH TV